こんにちは、ちえです。今回はポケットバグズ5個目かなのオオスズメバチを作ります。蜂って私昆虫の中で一番好きなので、今回はとっても楽しみです。今回のパズルは79ピースなので、まあまあ中くらいな感じの難易度なんじゃないかなと思います。蓋の内側の豆知識が、スズメバチの巣の六角形の部屋は室房と呼ばれ、次の女王蜂は一番大きな室房で育てられるよということです。中身がパズルのパーツと説明書、そして蜂の図鑑が入ってます。大好きな蜂なので気合を入れて作業開始します。気合が入っているので、今回はすでに説明書を読みました。で、羽は一番最後に使用するパーツなんですけど、大切なパーツなので先に作っていきます。で、前トンボの羽を作った時にこういうシリコンの材料で型を取ったと思うんですけど、今回はより精密に型を取っていきたいと思います。こんな感じで、この布みたいなのにちょっと一回包んでおきます。こちらのパテを縫っていきます。羽を覆って土手みたいなものを作っていきます。いらないところはカットしていきます。フレームができたので、シリコンの印象材です。これをこの量を出して混ぜます。はい、でこれをね、ここに伸ばして、ダメダメ、死んでちゃった。でここにこの羽を入れます。いらないところはカットしていきます。今使った材料は歯の特に精密な型を取るときに使用する材料で、1回目が一次印象って言って、まあ、ざっくりとした型を取って、そのざっくりとした型をフレームにして、2個目の材料で精密な型を取るっていう連合印象というのに使う材料です。同じ感じでもう一枚も作っていきます。というわけで、こんな感じで2つのモールドみたいなものが完成しました。ここにレジンを流してまた蜂の羽を作っていくんですけど、オオスズメバチの羽はなんかオレンジっぽい感じの色なので、オレンジ色を作ります。紙コップがピンク色になっちゃってるので、ピンクに見えてるかもしれないんですけど、クリアのレジンを作りました。ここにまず黄色、マゼンダも少し入れます。ちょっと分かりにくいんですけど、オレンジ色のレジンができました。流していくんですけど、その前にね、ここに離型剤をスプレーしていきます。その方がより綺麗になりそうだと思うので、ここにレジンを流していきます。見た目悪いんですけど、とりあえずこれで固まるのを待ちたいと思います。では羽が固まるのを待ってる間に、いつも通り組み立てていきます。ちょっとね、腕を
折ったので接着剤でつけておきます。軽くボンドでくっつけただけで多分すぐ取れちゃうと思うので後々補強をしていきます。とりあえず今はこれで足の接着したところが固まるのを待ちます。というわけでこんな感じでアリンコみたいなのができました。こういう空洞になってるところを埋めていきます。前セミを作った時に使った余りの学校紙粘土を使います。大まかなボコボコのところは埋めたのでちょっとこれで一旦固まるのを待ちます。紙粘土が固まるのを待ってる間にちょっと意味あるのかは分かんないんですけどこちらのナイロンコードワイヤーでさっき折れちゃったところを補強しておきます。レジンをつけてここにナイロンコードを置いてめていきます。そしてこの羽が固まったはずなので外してみたいと思います。ちょっとはみ出してるところ削ります。今度は羽の締め役に色をつけるんですけどアルコールインクを使ってみようと思います。捨てるうちにコツをつかんできたんですけど一滴の量が多めのアルコールインクを分岐みたいなところに落とすと毛細管現象みたいな感じで結構広がってくれて自動的に色がついてくれるっていうこれだと結構楽ちんに色をつけることができます。こんな感じで染み役のところを色つけました。最後ちょっとアルコールで軽く拭いておきます。はみ出したところをちょっと取るような感じで表面にクリアラッカーを塗ります。では色を塗っていきます。お腹色塗りが終わったので組み立てていきます。こんな感じかな。最後が目なんですけどこの目の表面を一回レジンでコーティングしてちょっとねボコボコってなっちゃってるところがあるからなだらかにしていきます。今度はこれねなんかガーゼをオレンジ色に塗ってみたんです。これをここにこうやって大体目の形に切っていきます。はい、こんな感じでガーゼを貼り付けてこんな感じで表面になんか網目模様みたいなのがあるみたいなのでガーゼを乗っけたんですけどこれだと網目模様がくっきりしすぎるのでアルコールインクでちょっとぼかしていきます。そしたらまたレジンを上から流していきます。こんな感じで目が出来上がったので、はい、こんなもんかな。最後に全体にクリアラッカーを塗っていきます。というわけでこんな感じでクリアラッカーも乾いてハチさんが完成したわけなんですけどせっかくなのでいい感じに飾りたいと思うので額縁を買ってきました。鉢を真ん中に配置した状態にしたいなと思うんですけど付属していた板に穴を開けます。
ナイロンコードワイヤーをここの穴に通して、でこの額縁の方の開けた穴にも通して、はい、というわけでポケットバグズの9番オオスズメバチが完成しました。今回79ピースとパズルのパーツの数自体が少なかったっていうのと、羽とか足みたいな面積が広めのパーツが多かったので組み立ての難易度自体はそんなに高くなかったです。ただちょっと足とか触覚みたいな細いパーツが多いので、実はね3箇所パーツ折りましたっていうのはあったんですけど、気をつければそこは大丈夫なんじゃないかなと思います。羽なんですけど、今回は精密印象を取ったのでほとんど調整することなくバリを取ったぐらいでポチッとはめることができました。以前ボニヤンマを作った時は一次印象に使ったパテだけで羽の型を取ったので、結構ね適合が甘くてかなり調整が必要だったんですけど、今回はそこは全然時間がかからなかったです。でお腹のところは油ゼミを作った時と同じ感じで紙粘土でボリュームを出していったんですけど、目のところも紙粘土とガーゼで網目状を表現してみたっていう感じで、結構満足のいく鉢ができました。今回は額縁につけてみたんですけど、ポケバグって正直ちょっと置き場所に困るっていうところがあったんですけど、これだったらねそのまま立てかけて飾ることができるので収納にも困るっていうことはないんじゃないかなと思います。ポケバグ一番最初に見つけた時、私の中の想定では出来上がった作品を標本箱みたいなのに入れて並べたらおしゃれなんじゃねって思ってたんですけど、出来上がってみると思いのほか全部大きくて標本箱にはとても入らないので、額縁で飾るようにしてみたっていうのもあります。ここがクリアなのでちょっとなんか浮いてるような感じになっていいんじゃないかなと思ってます。ちなみにこの額縁は A4 じゃなくて色紙用のサイズの額縁を買ってます。これ作ってて私よりもポケバグを一生懸命作ってる人ってこの世にいないんじゃないかなって思いました。もしいたらぜひ教えてください。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。